客様、すみません、もう閉店のお時間です。え、もうそんな時間、ごめんね。大丈夫ですよ、またいらしてくださいね。どうですか？この物件にご興味はございますか？それでしたら仕事に協力すると思って、このチラシだけでも受け取ってください。今のは幻覚？一昨日は課題を終わらせるために徹夜したけど、はあ、はい、はあ、今日はもう疲れたし、家に帰って寝ようかな。星空って不思議な存在だと思わない？命と同じように美しく、死と同じように果てがない。この星空の下で、世界はとっくに死んでいて、文明も放映だったら、そ
それでもあなたは自分だけの未来を探す。そうでしょ？これはただの夢。でもこの夢を通してあなたは時空の果てを見られる。そう、私たちの惑星、死の世界であり文明の墓でもある。あなたにとって空と海は生活の中で最も基本的な常識。でも宇宙という視点から見ると、外来者に火星と呼ばれている世界、その最後の文明も漁師の海で長く浮き沈みしている。ルナイからエリシウム、フェニックスからアルカディア、灼熱のオリンポスは冷たくなり、綺麗だったオーロラも跡形もなく消えた。あらゆる文明、あらゆる命が数億年前の宇宙から消え、かすかな光だけが次元の間に残されている。もちろんあなたたちにとってそれは100年前の歴史でしかない。時間は常に枝分かれし、無数の未来へと通じている。そして長いズレの後、あなたはようやくこの夢に現れ、私を呼び覚ましてくれた。つまりこれは一体。夢の最深部で私たちは文明を救う契約を交わす。来て、私はこの先にいる。夢で出会った人、私たちの時間は違うけれど、何があっても私はあなたを待っている。私を待ってる？どうして？あなたは一体誰？私は何を体験してるの？もし、あらゆる真相を儀式と契約を通して伝える必要があるなら、それなら私と一曲踊ってくれる？リズムを合わせてね。
ている？海が炎の声で歌っていることを。私は消え去った文明の代わりにここであなたと契約を結ぶ。落星の未来はあなたとつながり、そして時空を超え無限の可能性を作り出す。ええ、これでほとんどの仕事は終わったよ。それで契約って一体？もちろん世界を救うこと。互いの固有時を超え、あなたの夢は私の夢に入り込んだ。今までここにたどり着いた人はいなかった。そしてこれからも私に会える人はいない。あなたは世界の残響から来た。そして同時に時間の止まった向こう側から来た。あなたは私の運命の人で、この星唯一の反響。おお。あなたは世界の泡に住む人。あなたの唯一の故郷、その外側には漁師の海の片隅。変化に満ちているデータの海がまとわりついている。それのせいであなたのよく知っているすべてのものが星の開口として存在しなくなる。でも心配しないで、私のすべてをあなたに渡す。夢、未来、そして希望。この契約の果てにあなたは世界を、そして人々の魂を救う。でもまだあなたの名前すら知らない。セナディア。私の名前はセナディア。意味は信仰の光。そして私の権能、私の運命は世界の果てで唯一の光を見守ること。それがあなた。これは私たちの約束の証。世界が人類に与えた最後の祝福。アストラルリングと呼ばれている。それは星空の化身、大地の絶唱なの。最も適した人に使ってもらって、最後の残響から誕生したとしても、あなたたちならきっと自分自身を、文明の運命を救えると信じている。そろそろ出発の時間。あなたは自分の夢を抜け、外の星から来た仲間と出会う。でもその前に、あなたの名前を教えてくれる？夢追い人。うん、覚えたよ。あなたと契約した兵装として、私は星の彼方であなたとの再会を待っている。あなたを信じている。話によると、夢の中に一番落ちやすいのは思春期の少年たち。それは彼らの体が
成長している証。絶望の終点が予定通りにやってきたとき、彼らは驚きながらベッドの柔らかさに気づき、恐ろしい体験が害のない幻覚だったとほっとするのだ。その後、彼らは夢の馬鹿らしさに感嘆し、己の命に無限の可能性があることをもう一度察する。例えば夢から生まれた聖護者とか。ちょっと、典型の目で勝手に人のディスプレイを見ないで。あとこれは間違いなくあの者の予想外の出来事だよ。疑心も時間もその力はそう簡単に制御できるものじゃない。例えば地球人にクルセ平原と呼ばれたこの鉱爆だって、10億年前は人を魅了する入り江だったはず。その頃僕は生まれてすらいないよ。でもそういう契約が一歩目の時点で間違っているとしたら面白いだろうね。落ち着かないお客さん、何を考えてるの？若者には無限の可能性があるって今言ったばかりでしょ。だからむしろその逆、そういう常軌を逸した可変要素だけが契約の価値をもたらすのかもしれない。疑似時間結晶にある小さな船の中で偶然出会った二人の旅人は、着せずして同時に漁師の海に起きたささ波を目撃した。でも彼女たちがこの物語に影響を与える前に、夢が始まった場所に戻ってこっそりと若者だけの不思議な旅に加わろう。とにかく何らかのいいことが今起きているはず。あ、起きたみたい。心配はいらないみたいだね。足手まといが一人減るのはいいことだ。セナディア？あれ？私たち、知り合い？わからない。でも、私たちは、夢で会ったばかりだよね。おお。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。でも、本当にあなたのことを知らないの。それに気になるんだ。どうして私たち、向き合って同じところに閉じ込められてたのかなって。あ、それだけじゃ理解できないよね。ほら、ここだよ。彼女たちが間違えて私たちの封印を解いたから、こうして仲間になれたの。確かにいろんなことがあったね。コラリー、そう警戒しなくてもいいよ。私はヘリア、エルデシュ・ヘリア。前が名字で、その次が名前だよ。こっちは私のパートナー、コラリー6626プランク。私たちは天面。バカ。彼女たちが理解できない情報を一気に話さないで。簡単に言うと、私たちは宇宙人なんだ。この量子空間で迷子になって、たまたまそこにあるキューブからあなたたちを助けたの。
一応期待せずに聞くけど。待って、今宇宙人って言った？何か問題でも？あなたたちに渡してほしいものがあるって夢の中で頼まれたんだ。これは？ああ、思い出したよ。アストラルリング。そうだよね。あれ、でもあなた、アストラルリングじゃないの？あ、これの話じゃなくて、あなたはさっき私のことを知らないってそう言ったよね。え、どうしてそんなことを聞くの？確かに知らないよ。というより、私にはあなたたちに会う前の記憶がないの。まるで人生がここから始まったみたいにね。なのに、あなたは私の名前を知ってる。変だよね。変な夢だね。でも、あんたがセナディアの名前やアストラルリングの話をしたとき、嘘をついてるようには見えなかった。確かに、言語自動翻訳システムの追加観測データからもそうだと証明できる。まあ、そもそも私たちを騙す理由なんて夢追い人にはないでしょ。それにアストラルリングと言ったら星座に対応してる。崩壊獣。夢追い人、後ろに隠れてて。私に任せて。一緒に戦おう、相棒。お待たせ、セナ。なくてよかったよ。あなたが呼び寄せたんじゃなくて？え、そうだったの？つまり私は不運を招く体質？それはちょっと悲しいな。人の冗談を本気にしないで。それはさておき、さっきのアストラルリングの話なんだけど。うん、アストラルリングの力はまるでみんなのために作られたみたいだった。私たちばかりを褒めないで。みんなをサポートするアストラルコネクターとして、あなたもちゃんと力になってくれたよ。でもそうなるとますます怪しい。誰かが夢の中でアストラルリングを私たちに渡すように頼んできた。文字通りの意味で理解した方がいい。それについては私もよくわからないんだ。少し前に私はいつものようにベッドで眠った。その結果、私は死んだ星とその後の一連のことを夢で見た。それからどうして自分がこの未開拓のデータの海で目覚めたのかなんて、私が知りたいくらいだよ。データの海？ああ、この量子空間の名前？そうだけど、どうかした？なんでもない。ところで、今死んだ星の話をしたよね。
念のためどういう感じか書いてくれる？紙とペンならあるから。いいけど、ちょっと下手かも。だいたいこんな感じかな。おお、細かいところもいっぱい書いてる。結構上手じゃない。確かに火星だね。うん、あなたがこの知識を持ってるのはきっと漁師の海の揺らぎによる結果じゃない。この惑星の本当の姿を知る方法なんてあなたにはないはず。あなたのいる世界の泡がこれほど静まり返ってるならそもそも暮らせないと思う。ああ、コラリーが言おうとしてるのはあんたがアストラルリングとこの絵で彼女の信頼を勝ち取ったってこと。ごめん、ヘリアの自己紹介を邪魔してしまった。私たちは太陽系の第三惑星から来た。あなたたちが第四惑星から来たようにね。私たちはお互いにとっての宇宙人なんだ。第三惑星、青の惑星と灰白色の巨大な衛星。あの青い惑星にもやっぱり文明が存在するんだ。何その悟りを開いたような反応は。まあ理解できないわけじゃないけど。同じ船に乗った仲間なんだし、その辺にしたら。でもこの話題なんだけど、これは私たちの高校日誌の一部。私たちの素性をよりよく把握できるかもしれない。とにかく今の私たちの目標は似てるはず。それぞれ抱えてる謎は多いけど、この地に長くとどまるのは得策じゃない。ちょっと待ってってば。みんな気づいてないの？さっきの方向はあの犬のだよ。きっとそいつが怪物たちを呼び寄せたに決まってる。見たの？そういうわけじゃないけど、安心して、きっとそうだと思う。敵じゃなくてよかったよ。あの犬を逃がしたのは残念だけど、あれは一体何なの？それよりあなたが犬を追いかけた時、どうして奴が敵だと分かったの？そっちの方が気になるんだけど。嗅覚？第六感？そんな感じかな。とにかく外れたりしないの。でもすでに相手を見失った今、どう進むべきかを決めた方がいいんじゃない？
少なくとも同じ場所に留まったまま未知の敵に襲われ続けるような事態を避けられると思う。それはどうかな。でもあなたたちはこの私大魔王コラリー様が出した答えを受け入れるしかないんだ。はっはっはぁ。え？もう結論を出したの？あなたたちにユーモアのセンスがないのは分かった。とりあえず本題に戻ろう。具体的な方法は割愛させてもらうけど、今の私たちが唯一測定できる量子移動、つまり今私たちを閉じ込めてる空間のエネルギー勾配だよ。具体的に言うと、この天然の罠は一つの洞窟だと思っても構わない。洞窟の中の渓流は地形に沿って流れる。私たちが水の中の魚だとすると、その流れに沿って進み続ければここから出られると思う。そうじゃなかったら洞窟はとっくに水で溢れてるはず。つまり私たちが果てしない深淵の底にいない限り、量子移動のエネルギー勾配に沿って前進し続ければこの空間から出る機会を見つけられるはず。壁に沿って歩けば平面の迷宮から出られるのと同じように、その時私たちは火星が固有世界にある表面に戻れるのかもしれないし、未知の世界の泡、例えば夢追い人の故郷にたどり着くのかもしれない。とにかく結果はわからないけど、過程は明確だよ。漁師はいつもそうだから。あ、進めば必ず道が開けて、なんとかなる、だよね。そう理解してもらっても構わないけど、何でもかんでも私がまとめたように簡単だとは思わない方がいい。理論の説明に時間がかかるから、仕方なく比喩を使って大雑把に説明しただけだし。関係ないよ。過程を全部飛ばして結論だけを出したとしても、私たちは仲間としてあなたを信じるべきだもん。そうじゃないの？そうだね。そういうことにしておく。でも夢追い人、何か補足はないの？彼女たちの言う漁師の海と違って、あなたはこの空間をデータの海って呼んでたよね。うん、今まで一般化した漁師の海に触れたことはないから、教科書で学んだ知識で説明すると、私たちの惑星は100年前に大崩壊の侵食を受けたの。でも何かの奇跡のおかげで、私の故郷はデータの海に包まれて今日まで存在し続けることができたんだ。大崩壊による量子化。地球の終焉の繭が世界を破滅させた時に作った世界の泡のようなもの。夢追い人、あなたの通信機。謎の通信。もしもし、誰？おかしい、もう切れちゃった。どんな相手だろう。敵だったらここまで回りくどいことはしないはずだよ。うん、この空間が特殊だから外との通信が不安定になってるのかもしれない。
ということは、進みながら次の連絡を待つしかないってことかな。知り合いだったらいいね。でも、今のところは、そうだと思う。もしかしたら、この件については、万能な大魔王コラリン様が力になってくれるかも。だったらもたもたしないで。エネルギー勾配の方向は、こっち。出発するよ。今のは、無人機？誰かに背負って。個人携帯式警戒機。カンブリア機534。警戒機能の他に、信号中継機としても使える。そうじゃなかったら、あなたは、通信機を頭より高く上げる。なんてバカバカしいポーズをとって、信号を強くするしかない。また？残念。また逃げられたね。うん。何度も面倒事を増やすなんて。次に会ったら、絶対に捕まえてやるんだから。相手から見たら、私たちも面倒事を増やす側かもね。そんなの知らない。先にいじめてきたのはあっちだし。それはそうだけど、私たちの最優先任務はここから逃げることだよね。当たり前でしょ。違う、逃げるんじゃなくて突破だよ。ん？その、どうして、私たちなの？つまり、この謎の物質も、量子井戸の一部を構築してるってこと？うん。今得られたデータによると、池の底にあるゴム栓のように、私たちをこの量子空間に閉じ込めてる。それって、私たちは何とかしてそれを抜くべきってこと？プールの水を抜くみたいに？その例えと同じように、それは危険な行為だ。私たちは渦巻きの中でもがく、ゴムのアヒルみたいになるかもしれない。でも、基地内の無人機が私たちをここから出してくれるなんてことは期待できないと思うんだけど。それはそうだよ。でも、10,000歩引いて考えると、量子適応性を持つ人は、少なくとも漁師の海で餓死はしない。行動プランを考える余裕はまだあるはず。あった。熱い。待って、ケーキのメモリ、何をした？別に何もしてないけど。これは一体。この映像が何なのかわからないけど、確かに私たちが二人を発見した時のことが記録されてるね。あのキューブが熱くなったと思ったら、すぐに眩しい光を放った。そして二人が現れた。一人一人が半分を占めてて、胎児のように体を丸くした体勢だったよ。おぉ、外から見ると、こんな風になってたんだね。何も準備してなくて残念だよ。映像に残したかったな。要点を間違えないで。少し前の出来事が、私たちの前で、漁師の海に再現された。こんな、つまり、これも空間異常の一部かもしれないってこと？見ればわかる。それに、二人とも関係がある。片方は石から現れて、もう片方は夢から落ちてきた。それだけで言うと、どっちがより怪しいかわからない。石から現れるのは別に珍しいことじゃないと思うよ。だって、ここはデータの海だし。
女は私が夢で会ったあのセナディアじゃないって言ってたし、私たちと出会う前の記憶もないなら、文字通りに石から現れたってことになるんじゃないかな。レータの海から急に人が現れる。よくあることじゃないけど、別に珍しくもないと思う。冗談だよね。なんて言えばいいのかな。私自身もそうだから？というより、私や彼女みたいにデータの海で生まれた人は、私の故郷では結構いるよ。生まれながらにして、一部の常識を知ってること以外、私たちは普通の人間と比べてもそんなに違いはないの。生まれながらにして常識を知ってる。あ、例えば私と同じように最初からあなたたちと言葉で交流することができるとか？確かに宇宙人ならその自動翻訳機を持ってるだろうけど、私たちにはそんな超能力なんてない。そう考えると、私が自分の名前はセナディアだって知ってること自体、十分変だよね。でも、想像力を働かせてみて。今の東映は夢追い人がいたから現れたのかもしれない。彼女が夢で私に会ったのと同じように。つまり、データの海に関する特殊能力を持ってるから、それを通して過去と未来を占ったりできるんじゃないかな。そう言われても。大丈夫。やってみればわかるよ。そうだよね、コラリ。エネルギー勾配と異常現象の関係を言ってるのなら、確かにそうなるけど。でも、そういった占いが私たちに実質的な助けをくれるとは思えない。どちらかといえば、夢追い人の通信機が正常に戻るタイミングの方が気になる。やったー！コロリーも夢追い人のことを認めたんだね。じゃあ、早速出発しよう！してるんだよ？誤解しないで。別に夢追い人をそんなに信頼してるわけじゃない。その通信機の役割を認めただけ。そう言わないでよ。ほら、あの言葉があるでしょ。始めよければ終わりよしってね。セナ、場を盛り上げるのが得意だね。こっちなんてよかった。あ、またさっきと同じ投影。ドニグル、まだ私を理解することにこだわっているのか。そんなことに意味はない。お前は犬でしかない。こういった街はどこにでもある。外の人間は中に入りたいと思い、中の人間は外に出たいと思っている。人生も例外ではない。闇夜は何もないのに、なぜ私を慰められるのだろうか。忘却の風は全てを撫で、果てしない空だけを残す。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。私はバランスを求めているだけだ。もしあらゆる星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め、暗黒を崇高なものとして感じるようになる。この人は誰？どうしてあの犬を連れてるの？私に聞かれても。
次はどんな冒険が待って、あっちにまた。どう？今回はつながりそう？親切姉さん？あれ？知り合い？彼女は…ダメだ。他のチャンネルなら…違う。現地調査の結果によると、あの子が失踪した時、モバイル通信機しか持ってなかった。他のチャンネルでやってみても意味はない。通信機に記録された最後の心拍信号を見る限り、あの子が行った場所はデータの海以外にないだろうって推測できるけど、この傾向だと。データの海の深部なら、あの子を見つけるのは至難の業。このピークは10時17分48秒。一時的に、あの子の通信機とシステムが繋がったの？いるのかな？消えた。知り合い？しかも、あなたを探してるみたいだね。うん。彼女は親切っていうの。私の先輩で、同じ先生のところでデータの海の研究をしてる。もちろん、私はまだ初心者だけど。そんなの今はどうでもいい。通信機の時間は？午前10時29分。どうして？あ、さっきの通信記録、午前10時17分。おめでとう。漁師の海で生配信に間に合ったね。もし運が良ければ。まあいい。まずは一歩目を目指そう。期待値を管理する上で、勝手に望む行為は最悪だから。行くの？ほら、そんなに順調に行くわけないよね。逃がさないよ。